はいどうもカンパン委員長ですじゃあ今日最後のニュースはね、えー、久しぶりのこの自民党稲田朋美さんと、えー、百田さんと日本保守党の百田直樹さんと、まあ、何の話かというと,この、えーと、そうだなじゃあ最初、LGBT ですかね、えー、まあ稲田さんって言ったら LGBT ですけども、まあ、改めてなんか稲田さんがこれだろう最近そういう発言があったのかな、でもなんでかよく分からないこのけど、外国人記者クラブみたいな。 なんでそんなところでそんな発言をしているかって言ったら日本国内で理解が得られないからですよね。うん、ただ、国民の、ねえー、大多数があ必要としていないのは分かってて、やっぱりこいつらやってたわけですよね。うんうん、じゃなかったらこんなところでこん,、ね、こんな発言、しかもなんかこの被害者連れでブータれてるようにしか聞こえないんですよね。要は、この LGBT 法案に反対しているやからは、 女子トイレが心配なのではなく、えー、マイノリティを無視したい人だっていうふうに断言してるんですよね。うん。あでもこれ話したのは実際には、も、あれかあ。実際にこの、えー、もっと話題に注目,注目されてた頃、3ヶ月前だ。3ヶ月前の外国人記者クラブでこういう発言をしていたっていう、改めてですけどね。うん。まあ最近ほら、なんかよくわかんないですけど、この稲田朋美さんのことを自民党を、 まあ僕みたいに、ね、もう自民党は終了だと、うん、もう完全に、ね、反日売国、坪、ね、移民党だってって、まあ、結構この、まあ、全員じゃないですけど、まあ、僕だけじゃなく、もう移民党だっていうことで、この見,かもう見,限る見限る、そういう意思表示をする人って、まあ、昔に比べれば増えたじゃないですか。まあ、少なくとも安倍さんや菅さんの頃に比べたら増えてますよね。うん で、このなんか LGBT 法案の時とかもそうだし、でもずっと坪井民党はもうろくなことしてないじゃん。ね別に岸田さんのだけじゃないですよ。岸田さんだけじゃないですけど、例えば、ね、岸田政権になってからどうだって言ったら、じゃこの LGBT 法案もそうだしさ、ね対、うん、韓国もね、この数々の、ね、このコビカンっぷりもそうだしさ、ねで、あとはまあなんか最近で言ったらあの、この埼玉、川口、クルド、うん。 ね、不法滞在、合法化、あれなんかもそうじゃん。日本国民何だと思ってんだよと。うん。ねこの納税係、お前らの養分でも何でもねえんだぞと、有権者なめんなよっていうことが、もうまあ、続いてるじゃないですか。うん。で、それに対してこういう開き直りを、この人もしてたってことですよね。うん。要は LGBT 法案を、ね、理解しないやつがおかしいっ,って言ってるんですよね。うん。簡単に言うとそういうことでしょ。うん。 だもうこの LGBT 法案ねこの通る、通らないって、ねまあ、話題になっていた頃にも,もう何回も言いましたけど結局ね、ねぶら下げたまんま、ねえー、あなんだっけ、まあ、やこの心は、ね、16歳の少女だなんて言われても、ね、通用しねっつんだよって話じゃないですか、うん、っていう理解が、ね、日本国内だとほとんどだったと思うんですけどもね。うん で、しかもね、なんかこのどさくさに紛れてじゃないけどさ、ね、でもこれなんかね、この最高裁がなんかこのふらついてるから、多分これ通っちゃうかもしれないですけど、要は戸籍、ね、だからもう結局戸籍制度をこの破壊しようと、ね、この反日賠償罪は仕掛けてきてるわけじゃないですか、ね、このなんかもう選択的なんて、この夫婦別姓だって、ね、そうだったっていう、もうそこでももうバレてたはずなんですけども。 これも結局それに使おうとしてるんですよね戸籍の性別変更に今だったこの、えー、適合手術でしたっけ、えー、この性別変更に手術が必須なんですけどもでそれが憲法違反かどうかっていうのをこの最高裁が判断迷ってるんですよね見てみまわかりますかね 騒いでるやつは、ね、性同一性障害の人が戸籍上の性別変更をするには性同一性障害特例法で生殖不能要件、えー、など複数要件を満たした場合に限って性別の変更を認めているのは憲法違反かどうかが争われている申し立てで最高裁が当事者本人の主張を聞く審問が行われたっていうんですよねだからこれ通る可能性がありますね。 だからまあ、もう新たな、ね、悪しき、ね、忌むべき判例が、ね、出ちゃうかもしれないよね。ね要はこの今現行法だとこのトランスジェンダーの人たちが、ね、この戸籍上の性別を変更するために、ね、今の法律では性別適合手術ってのを受けないといけないんですよね。これが憲法違反に当たるかどうかっていうのを争ってるんですよ、こいつらが。 で、えー、最高裁のこの大法廷かな、戸籍上の性別が男性、え女性への性別変更を求めている申し立て人の訴えを受けて、意見を聞く弁論を開いちゃったんですよね、うんで。女性への性別変更を求める申し立て人側の言い分が、女性としての社会生活のこの実情や医療についての個別事情に関係なく、 手術をしてないという一点をもって判断されたっつって言うんですよね。で、一審二審でこの申し出人の性別変更を認められなかったと。足たり前だろう。で、理由はこの適合手術を受けてないから。だから、心は男性。あ、違う、心は女性。じゃなんで体も女性にしようともしないんですかん ね、体は男性ので、でいや、心は16歳の少女なんです、つって、ね、女子トイレや女屋に行こうとしているって見られても仕方ねえじゃん、それじゃえ。心は16歳の女性なんだろう存在16歳の女性なんで、まあ16歳かどうか知らないですけど。ねえ、だったら体も女性にしろよ。いや、これはダメですね。必須に決まってんじゃないですか。からぶら下げたままなんかトイレに行こうとしてるようにしか見えねえんだよ。うん だからそういうやつが出てくるからダメだっつってたのにでえー、要はなんかこの今の法律で戸籍の性別を変えるには生殖腺や生殖機能が残ってないことが要件の一つで手術を受けることが事実上必須になってると当然だよなでもこの訴えを起こしてるっていうこのこのやからはね、えー、望んでもないものにまで手術を強いる現行法は人権侵害だと感じますだってだから結局これもあれだよね 権利を主張するるだだけでややことららない側奴らだよなうん。そんな話は通らねっつってんだよ。もう言ったもん勝ちを許すことになるじゃねえかよ。結局これは悪用して。で、まあこの要件は子供が生まれた場合などの社会的混乱を避けるためのものですが、高額な手術費用や体への負担が当事者に重くのしかかっていると。当然だろね僕は前も言いましたけど、当時。うん。 あのこの人かどうか人間かどうかの次か同じぐらいに生別生まれながらの性別が男性か女性かっていうのは本来普遍であるはずなんだよそう簡単に変えられるもんじゃねえんだよだからだからそれを、ねうん、ただなんか自称都合よく、ね、心は女性でって言ってるんじゃない本当に女性だって言うんだったら、ねうん、その重くのしかかってるとやらその障害重くのしかかってる障害を クリアしてでも女性になれよ。だからそれはやらない。でも心は女性で。で人権侵害だ。何言ってんだよ。で、なんかよくあんないこの岡山県、えー、猿っというフルーツを栽培するなんとかっていう人が、えー、手術をせずに男性の性別変更を申し立てて最高裁まで争ったが4年前は退けられたと。 手術なしで性別変更を求めたこのなんとかさんもホルモン治療して副作用も出たんで手術を強要されるのはやっぱり居心地が悪いと思います自分が否定されてるような感じ7年前からパートナーとその長男と3人ぐらいしかし戸籍上同性同士なため婚姻は認められませんでした手術なしで性別変更を求めたこのなんとかさんも子どものマイナンバーカードが来ても取りに行けないとか些細な困りごとで突きつけられる家族じゃないみたいなうんうんっていうのはこれ TBS が報じてるんですけどね うん、いやもう正直うんざりだな、この人権何がしは。いやこんなもん通しちゃったらとんでもないことが起きますよ。だからそれ狙ってんだからさ。ね、だからもう戸籍も破壊するのがもうそもそも日本社会を混乱分断混乱させるのが。ね、で悪さしても追っかけられないようにしたいんだから、こいつらは。うん えじゃあそのマイナーカードが受け取るうんぬんっつなんか行政上の不都合だろ、それは。ね。じゃあ憲法うんぬんじゃなくて、なんだろうな、なんかまあパートナー条項の設定とかさ、なんか細かいことはよくわかんないけど、他にやりようはあるんだろう。だから狙いがもう丸見えなんだよね。うん。いや、だからもうこの一点でもっても、やっぱりね、この稲田朋美さんたちはね、明確に日本社会、日本国民の敵だよ。こんなもん通しやがって。 でそれ止められなかったやつらも敵だよ、やっぱり。坪移民党の連中は、特に。で、ここで出てくるのが、百田さんたち、日本保守党ですかね。なんか、この安倍派に、このなんか、お二人で出られたのかな。百田さんと有田さんとね。うん。で、えー、っと、なんだっけ。うん。まあ、指針というか、4本の。 柱というか、なんかそういうこの発表をされたみたいで、えー、日本保守党4つの掟きて、あ、軸か、えー、LGBT 法は天下の悪法であると、えー、万世一系の高等、誤字せよと、えー、現状の移民政策は見直すべし、えー、エネルギー政策を見直すべしっていう、なんかこの4つをなんか柱に掲げ、えー、てるらしくてね。うん ほ、まあ、他にもなんか、百田さんがあー来月旗揚げでしたよね、10月ですよね、日本保守党の決闘経緯、まあ、方向性について、まあ、明かしていたと、番組でね、でまあ、この安倍さんが亡くなってから自民党の,この発言動きを見ていると、もうだめだと、お金支持する政党がない、じゃあ自分でやるしかないというふうに振り返ってたんだって、で、新党構想をね、奥様にこの披露されたら、 あまあ、お金もかかるかと断られたら諦めるところだったけど、あなんか奥さんは応援してくれたんだって、うんでえーまあ、ツイッターの、ね、旧ツイッターのアカウントが27万超えでしたっけ、今もっと増えてるんでしたっけ、まあ、自民党が確か当時25万ちょっと、だから旗揚げ前からあ、まあ、大きな話題になっていましたよと、でえー、政権与党は取れないと。 でまず無理ですと。じゃあなぜするのかあー。いずれこのままでは日本はダメだと思っていると。ね、挿して死を待つのか。た、えと、ー、え負けるにしても何かやりたいと。ね、頑張って5年攻めて10年頑張れば、あもしかしたら、えー、すごい人が出てきて後を継いで、えーまあ、何か変えてくれる、うん。そういう人が出てくれるかもしれないと。やんないと5年先も10年先もないっていう、そういうことらしいんですよね。うん、まあ とりあえずもうねあの、確かに他ないんで、うん、でどうなるかもちろん分かりませんよ、ねぼね、分かりませんけれども、とりあえずまあ応援する、だって他に応援できる、ね、国政でってないですからね、早、うん、くこの靴沢さんがね、もっともっとなんか勢力拡大して、ねうんあの、頑張ってくれると、ねうん、いいなっていうところに、まあ、この百田さんたちも、ね、出てこられたんで。 まあ、とりあえずは頑張ってくださいとしか今のところは言えることは何もないんですけど、まあ、やっぱり LGBT 法案もそうだし高、ねね、頭もそうですし、ね、移民政策、本当これまず、ね、だから結局これ全部、ねうん、これを良しとしているやからいやこの反対ですよね LGBT 法案を通したやからもそうだし、ね、それを押しているやからもそうだし ね、な高騰を、ね、むちゃむちゃにしたいやからもそうだし、ね、この移民政策、ね、移民難民、どん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 よそから呼び込んでっていう、ね、こういうことをたくんでるやから、ねで、甘い汁吸ってるやからもそうだし、ね、エネルギー政策っいうのは要はあれでしょ、えー、再エネ太陽光とかあの類ですよね、うん、利権ですよね、金のために日本を売り飛ばしてるやからをけしからんっていうことですよね。うん、で原発再稼働かうん もう全部だって僕いつも言ってるの要は半日売国税、ね。こいつらを始末すれば全部クリアできるじゃん。だ相当大変ですよね。だこの4つをなんだそんなもんかっていう人もどうやらもういるらしいんですけども。いやいやいや、ね、確かにこれだけで全て解決とは言わないですよ。ね、だから今後、ね、どん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 後から他にもいろんなことに取り組んでいかれるとは思いますが、ね。でもこんな4つって言いますけど、この4つ、この4つすら ね、このうちのこの一つでも、ね、できたらすげえと思いますよ今の日本社会でうん全部この反日売国税が絡んでるっていうか反日売国税がね、うん、これでしめしめっつってうまーってやってるんだからさ、ね、こういったのをこのなんかとっつかなこの叩き潰してこの始末していくっていうことが要はこの進めていかないとこれどれも一つも、ね、達成できないんだからうんだから相当しんどいと思いますけどもうぜひやってもらいたいですね うんね、特にこの反日売国勢との決着、ね、どれがっていうんじゃなくて、全部やんなきゃいけないんですけども、ね、だからもう例えばこのねこの埼玉・川口のこのクルトの件だってさ、うん、早くしろよと、ね、今現在もこの埼玉・川口で困ってる人、山ほどいるんだけど、うん、でもなかなか、ってか全然やらないじゃん、坪井民党は。 ね、たまにツイッターでさ、なんかよくあんない、なんかもう、報告みたいなことが上がってくるだけで。えだっていまだにこの日に日に増えてってんだろあいつら。止めねえじゃん。だから日本社会をどう、ね、このなんか我々日本国民にとって安心安全とか何も考えてないんだよね、やっぱりあいつらは。逆逆。だからもうぜひね、うん、これで十分、ね、これさえやれば、ね、終了、そんなこと言うつもりはないんで、ね。 でも、この4つ、ね、有田さんじゃない、間違えましたね、有本さんですね、指礼しました。ね、百田さんとこの有本さん,もねうんあのね、この日本保守党さんが、ね、どこまでなんかこの勢力拡大して、何をやってくれるかもう僕には分かりませんが、ここに挙げた4つ、ね、1つでもやってくれれば、いや、すげえと思いますよ。うん。ぜひね、徹底的に、うん、反日坪移民党、割って入って、うん。 まあ言うのは簡単で、ね、なかなかやりきるのはこの,この4つのうち1つでもやりきるのは相当大変だと思いますけどもぜひそれ目指して頑張ってもらいたいですね。今回以上です。